戦いの続く宮殿広場で声を限りに叫ぶビリ。しかし興奮した戦士たちにはその声が届かない。その時轟音とともに広場に何かが落ちてくる。それはルフィに敗れたクロコダイルだった。突然の出来事に戦乱が止まる。同時に降り始めた雨に戦場の殺気が薄まっていく。戦いをやめてください。ついにビビの叫びが彼らに届く。人々を救おうと必死に抗う王女の声が。今降っている雨は昔のようにまた降ります。悪夢は全て終わりましたから。武器を捨てる両軍の兵士、麦わらの一味に救出された国王コブラも姿を現し、民衆に終戦を宣言する。こうしてアラバスタの内戦は終結した。王女と共に命を懸けた海賊たちの戦いは誰も知らない。仲間の人たちは町に出て行かれましたよ。探しに行かれますか？今夜は宴となります。それまでには帰ってきてくださいね。私も一緒に行くわ。よし、じゃあみんな探すか。いた。お、ウソップとチョッパーだ。あ、ルフィ。迎えに来たのか。分かったよ。街の雰囲気、ずいぶん変わったわね。街の雰囲気、最初に来た時と。そうだな。よし。迎えに来てくれた。よし。ありゃ、どこだここ。ねえ、
戻った方がいいんじゃない？この町、直すの大変そうね。まあな、けど大丈夫だ。そうなの？どうして？だってみんなで直してるじゃねえか。うん、それもそうね。総裁殿、見に行く？ああ、そうだな。ルフィ、迎えに来てくれたのね。私は大丈夫よ。宮殿に戻って。
もう時間か、ルフィ。マドモアゼルと。いいもんがあるじゃねえか。おう、宮殿に戻る。あら、減った。そろそろ宮殿に戻るか。ロビンが来れないのが残念だな。ロビンが来れないのが残念だな。よし。そうだな、チョッパ。ロビンちゃんには今度俺がとっておきのアラバスタ料理を振る舞うぜ。俺もサンジのアラバスタ料理食いて。ああ、全員ちゃんと食わせてやるよ。全部ルフィたちに食べられちゃうわよ。そうだぞ、食べられちゃうぞ。アホ、お前の話をしてんだよ。ええ、大丈夫、ありがとう。何か考え事みたいね。やっと取り戻した私たちの国アラバスタ。及ばずながらその復興を助け、人々を導いて国の力になりたい。それは本当の気持ちなの。あ、いいじゃねえか。そうね、正しいと思うけど。だけど私はルフィさんたちとも離れたくはない。みんなと一緒にこのまま。それも偽りのない私の気持ちなの。ビビちゃん。ねえみんな、私どうしたらいい？私たちはいつでもあなたの出す答えを尊重するわ。ナミさん、
このまま別れることになってもいいの？大切な人なのでしょ？ええ、大切な仲間よ。だからビビの気持ちに寄り添いたいの。今は一緒にいられればそれでいいわ。思い出の中だとしても少しでも長く。明日菜の花の港で12時まで待つとビビに伝えてきたわ。ビビ、今度は一緒に来てくれるのかな？本当か？一緒に来るのか、ビビ？そうね、来てほしいけど、ここは記憶の世界よ。残念だけど答えは変わらないと思うわ。あの時と同じ答えだとしても、ビビちゃんが悩んで出す答えだ。しっかり受け止めねえとな。行くか、ルフィ。よし、行こう。今回メリー号は菜の花にあるはずよ。よし、菜の花に向かおう。しまった。どうした、ルフィ？弁当忘れた。後で作ってやる。まずは菜の花に急ぐぞ。ルフィさん、みんな、自分が海賊になるなんて考えたこともなかった。そんな人生の選択なんて、この機を逃したら王女であることをつまらないと思ったことはないし、反乱が終わっても国はまだ大変な時期。私が行くならあなたも行くわよね。ねえカル、あなたはどうしたい？何に似ちまうのか、そのマネマネの実ってので変身されちまうと。とにかくしっかり締めとけ。今回の相手は謎が多すぎる。なるほど。あんな奴が敵の中にいるとなると、迂闊に単独行動を取れねえからな。よし、とにかくこれから何が起こっても。左腕のこれが仲間の印だ。上陸するぞ。召し合え。あとアラバスタ、ついてかよ。仲間のためには全てを投げ出してしまうのね。私にはわからないわ。仲間ってそんなに大切に思えるものなの？いやー、それにしても今回のアラバスタの旅もめちゃくちゃ大変だったな。ナナ、クロコダイルもちゃんと倒したし、これであの大きなキューブは吸収できるようになったんだよな。ええ、でもそれはあなたたちとビビの別れを見届けてからになるわ。ビビ来るかな？ええ、きっとあの時と同じ。そうだな、たとえ思い出でもビビはビビに違いないからな。今回も10億ベリーはもらい損ねちゃったけどね。まだもらう気でいたのかよ。よし、みんなメリーに乗り込め。向かってくるぞ。なんでだよ、前とは違う場所だろ。結局こうなっちまうのか。行くぞルフィ、12時を回った。みんなー
来たぞ、ビビだ。じゃあそこに輪になって並んで。何なんだよリム。黙って手をつないで。つないだぞ。本当は私が触れるか、私に触れているだけで戻せるんだけど、こんな風に繋がっていれば一度で済むわ。記憶とは違う展開を見せる世界に苦戦する麦わらの一味。それでも仲間との絆を力に変え、クロコダイルを打ち倒した。そして島に戻った彼らの前に新たなる巨像が立ちふさがる。辞書、砂塵の遺構と風の巨像。もう死んでもいい。うるせえ。